はい、こんばんは。今日は2020年度の11月、高2の、えー、ベネッセの模試です。えっ、ー、と、生徒に頼まれたのはこの B6 のこの場合分けの解説。確かにこれめんどくさいんですよね。この場合分けの解説頼まれたんやけど、もう動画で作ってくれってって。B6 いきますね。関数 fx イコール x3 乗引く 6ax2 乗足す 9a2 乗 x 引く a, a があると。ただし、a は0でない定数。1番、f'x イコール0を満たす x の値を a を用いて表せと。2番、 関数 fx の極大値極小値をそれぞれ a を用いて表せと3番 a 大なり0とすると0小なりイコール x 小なりイコール1における関数 fx の最大値を a を用いて表せとはいじゃあいきましょうあちょっと問題ちょっと書く人,人いるのちょっと置いときましょうかじゃあちょっと15秒ほどこのまましておきます はい。じゃあ行きましょう。じゃあまず微分しますね。f'x がこうなって因数分解できます。ってことは f'x イコール0のときは x、x イコール a, 3a ですね。で、2番。今回 a は0じゃないから、ただし a はプラスかマイナスかわかんないので、a がプラスとしましょう。倍分け1番、a がプラスね。倍分けの2番は a はマイナスね。そしたら、これの代償関係はつまり、3a の方がでかいってことはこうなりますよね。増減表。 A が正のときは F x の増減比はこうなると。つまり、グラフとしてはこうですよね。X3 乗の横,横のケースがプラスだからこう。X が A の場合、X が 3A の場合ね。ということは、これが極大、これ極,大極小ね。こうなると。ということは、極大値は、答えね。答え、極大値は FA イコール 4A3 乗く A とで。極小値は F3A でマイナス A と。これは回答となります。 極極大値極小値小ねね A が正の時、ね、で今度 A が負の時 A が負の時はじゃあ A と 3A 逆になっちゃうので 3A がちっちゃくて A が A と大きいとじゃあこんな感じですね。X が 3AX が A ね。ということは極大値は F の 3A でマイナス A とで極小値が F の A で 4A3 乗低えねこれは回答です。これの時ね いと。2番は、これの時、A が正の時は、これね。A が負の時は、こう。いう答案を作ってください。で、問題ね、次、次なんですよね。次 <laughs> めんどくさいんですよね。で、これね、問題文が、X が0から1でしょで、A はプラスですよ。じゃ A はプラスだから、さっきの2番より、極大値はこれね。いいですかだから、極大値っていうのは、えっ、ー、と、 えっとさっきの2番からこのグラフですよ。x が a のときに極大値を迎えると。ちょっと覚えてない人は。x が x が正のときは x が a のとき極大値。ね。だからグラフでいうとこんな感じですよね。だから x が a のとき 4a3 乗引くでもう一個ね 4a3 乗引く a を迎える x があるはずだからそれをちょっと計算しますね。つまりこれさっきの y のやつね。でこれ。 これを等式で結ぶとつまり y= イコールこれと y= イコールこれで右辺だけで計算してみると x がね a と 4a になるのでグラフとしてはこんな感じですね。A 4A と a ここが 4a だよとここ、ね。x が a の時と 4a の時で同じ y の値を取ると。極大値と同じ値をね。なんか x が a の時は極大値なんだけどその極大値と同じ値は x が 4a の時と。ということは。 今解いて、X、が A と 4A だったとで A が正だから代償関係はななり A 小なり当然ねこの代償関係ですよねじゃこれを使っていきます一番これね場合分けを3つ,3つ使います1番目2番目3番目とちょっとグラフ見ながらねグラフ見ながらちょっとちょっとっ、ね、これグラフ赤が実践ね じゃあいきます1番目 A が1より大きい時と A が1より大きい時つまりね初めに見せた A が1より大きいということは1がこの辺にあるということですねいいですかだからこんな感じこれ,これ1ね見えるかなこれ1ですよだから A の時に極大値を取るんだけど極大値が4書いても書からなくてもいいけど 4A3 乗く a ねここを迎える手前に例えば A よりも1が左側にある場合 じゃあ今回ここしか見ちゃダメなんだから、えー、と欲しい最大値は、X、が1の時ですねじゃあ a が1より大きい時は、えー、と fx は x=1 の時最大値でその最大値は f=9a=7a+1 これは回答です a が1より大きい時ねで今度2番目これ分かったな1が a と 4a の間 A が1と 4A の間、3A はどうでもいいです。3A はどうでもいい。つまりね、こんな感じ、グラフとしては。えっ、ー、と、A のときにこれさ、極大値3、4A3 乗引く A でしょ。で、4A の時も同じ値と。じゃあ、さっきは1が、1が、さっきこっちだったですね。場合分けの2番目は1が、こっからこの間ならどこでもいいよ。3A をまたごうが、3A の左にやろ,ろうが、右側にやろうが、4A、えー、と A の間、4A と A と A のまあイコールはねどっちつけてもいいとまあイコールはねこっちにもイコールつけてもいいですよ別にそれはそれはどつけてもいいこれつけたからってあんまり関係ないじゃあ A 小なりイコール1小なり 4A すなわちこれかつこれで解きますよこれかつこれでこれねそしたらこうなります4分の1小なり A 小なりイコール1の時とそしたらどう見ても最大値は FA ですよね FA と。 いいですかだからこれイコールつけなかった理由は 4a より左かってことはもう最大値はここしかないよっていうことですね 4a まで入れちゃうと最大値が2個ある可能性があるのでめんどくさいのでここにイコールはつけなかったとじゃあここの斜線だけ見ればいいので最大値ここね fx は x イコール a の時最大となり最大値は fa イコール 4a3 乗低えつまりこれの時は最大値は こうなるよといいかなで最後最後3番目じゃあその1が 4a よりも右側に来た場合この 4a だから 4a と a の時が 4a3 乗引く a っていう値を取るんだけどもこの 4a よりもちょっと右側に1がある場合そしたらここだけ見ればいいですね0から1の範囲これ赤の実線の動きということは f1 ですよね fx は x イコール1のとき最大となり最大値は f1 イコール 9a2 乗引く 7a+1 となります。だからまとめて言うと今の3番はえっと a が1より大きいときは最大値これね4分の1小なり A 小なりイコール1のときは最大値はこれねこれねでえっと 0小なり A 小なりイコール4分の1の時は、えー、と最大値はこれといいかなとなりますよろしいでしょうか、はい、いいかなはいじゃ以上になります